今回は腹横筋をしっかり鍛える方法と反り腰を解消する方法というのを紹介していきます。そしてもう一つ足痩せ。これは足のラインが関係しているんですけども、多くは反り腰です。これを解消しなければ足は細くなりません。この解消方法としては前もものストレッチが代表的なんですけども、実は前もものストレッチではダメなんです。今回の動画を最後まで見るとお腹と足、理想に持っていくためには何をすればいいのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をへこませる腹横筋のエクササイズ、そこに加えて足痩せする方法とエクササイズを紹介していきます。必ず理屈と理論理解してもらってエクササイズを取り組んでください。お腹が出ているほとんどの方は腹横筋が弱い、反り腰になっている、この2つが原因になります。このエクササイズをやった後に足痩せに効果的なメニューを紹介していきます。前ももストレッチしても足がなかなか細くならない、そういった方は必ず今回の内容が当てはまります。最後までご視聴ください。それではお腹からいきましょう。お腹をへこませるためには息を吐く力、お腹を抑える力というのが必要になってきます。それは息を止めて腹筋運動を行ったり、勢いよく体を起こしたりしていても腹直筋だけを使ってしまって腹横筋が使えてないんです。今回は息をとにかく吐いていくだけです。一緒にやってみましょう。息を吐くポイントとしては、まずため息をついてみてください。はぁ、はぁって感じです。この時、通常の呼吸よりもしっかり息が吐けれてると思います。喉が開いて大きく息を、はぁって吐くことができてると思います。この感じで、はぁって息を吐きながら、息がなくなってからさらに、はぁ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 って吐きながらお腹をクッくっ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 とどんどんへこましていきます。息がなくなったらもう一度呼吸を吸って、同じように息をはーっと吐き切ってなくなってから、はっ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 てどんどん吐きながらへこましていってください。これを30秒です。お腹が伸びていてはへこましにくいので、足はカエル足でおへそを上に向ける感じでお尻を締めます。この状態からどんどんへこましていきます。30秒やってみましょう。それではいきます。スタート。はーっと吐いて、なくなるまで吐いて、どんどんへこまして、なくなったら吸って、一気に吐いて、どんどんはっ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 はクックックってやることでね、すごい腹筋の奥の方を使うことができるので、これがおすすめです。今度は横。内腹斜筋、外腹斜筋をしっかり使うことで、ウエストが締まっていくようにできます。同じように行きましょう。このまま横を向いて、息を吐きます。行きましょう。スタート。はーっと吐いて。なくなるまで。オッケー。ふう、息が。さあ反対いきましょう。いきます。スタート。どんどんね、ウエスト締める感じで、はっ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 て吐いて、死ぬかと思った。 あれぐらいね、息吐かないといけません。次は反り腰解消の足痩せについてです。反り腰になってしまう場合、前ももが突っ張ってしまって骨盤を立てることができなくなって、骨盤が前傾する、膝がちょっと曲がる、腰が反れて胸を張る、
このような姿勢になってしまいます。こうなると常に前ももに力がかかってしまって、前ももが太くなる、お尻がたるんでしまうっていう風になります。これを解消する方法としては股関節が関係しています。なぜかというと、足のラインの綺麗な人っていうのは足細いですよね。足のラインが X 脚、O 脚の方はどうしても反り腰になってしまいます。なぜかというと、一緒に立ってやってみてください。まず足を閉じたままで骨盤を立ててみてください。これがそんなに辛くないよ、前もも突っ張らないよって方はあまり反り腰ではないです。骨盤が立てれない、もしくは立てるときに前ももが引っ張られるって方は反り腰です。これがなぜこうなるかというと、股関節が内旋してしまってももが突っ張ります。例えばつま先を開いたままで骨盤を立ててみてください。さっきより楽だと思います。もし分かりにくい方は少し膝曲げて、おへそを上に向けてこのまま立ってみてください。あまり前ももが突っ張りませんよね。逆にさっきみたいに足閉じて少し膝曲げて、おへそを上向けて膝を伸ばしてみてください。つま先開いた時よりも前ももが突っ張りますよね。じゃあ今度さらにちょっと内股にしてください。内股でしゃがんで、おへそを上向けて立ってみてください。膝伸ばしきりにくいですよね。あまり膝が伸びませんよね。骨盤立ててしまうと骨盤が前に向きたがりますよね。そうなんです。股関節が内側向いている人ほど反り腰なんです。股関節がちゃんとまっすぐに向いてるよって方は足のラインがまっすぐになって骨盤が立ちやすいんですね。骨盤が立つということはお腹も引っ込みますし、前ももの疲労もなくなって足が細くなりやすいです。この方法としては股関節をとにかく外旋する動きが必要になります。その動きとしては、気をつけした状態から両足つま先を開く閉じる、この繰り返しです。骨盤は立てたままです。立てた感覚わからない方は少し膝曲げて、お尻を締めて、おへそを上向けて立ってください。この状態でつま先を開く閉じる、これを繰り返すだけです。これを1分間、これを広げる際にすねの横の筋肉がだるくなると思います。もし辛いよって方は、床が滑るのならば床を滑らして動かしてもいいです。床が滑らない方は1回ずつ持ち上げて動かしてください。これ1分するだけで股関節のラインが整います。反り腰改善につながります。いきましょう、スタート。ただこのね、動きを繰り返すだけ、お尻が出ないようにしてください。お尻をしっかり締めて、骨盤立てた状態で繰り返します。これはね、まあまあ辛いと思います。特に O 脚 X 脚の方は辛いと思います。あまり辛くない方はね、股関節の位置が正常にあります。床が滑る方は足滑らしてもいいです。これでね、股関節周りがだるくなっていればうまく矯正していけてます。頑張って、お尻の横がね効いていれば正解。よし、 OK。 お疲れ様でした。今のメニューを行うことで反り腰が改善されて、お腹も足も変わってきます。頑張ってやってみたよ、勉強だったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。